手に入りにくいものが揃ってますよ。礼を言う。どうかお気をつけください。それはどうかな。奴は斧一本で十二以上のお侍で、もとよりこちらに勝ち目はなかった。だからなんだ、あん一人じゃ何もできんぞ。それが猛虎兵も等しく強いんだ。さあどうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。お目が効きますね。どこから対馬。またいつでもいらっしゃってください。駆けろ、駆け。弓の修繕をいたしましょうか。
る。いない。だが気を抜くな。引け。油断はするなよ。サムライか。ふっ。影。ん？よしよし。いや！待たせてしまったな。ありがとうございます。もう安全だ。どうかお受け取りください。
よし、影。走れ。Bin havas harvat beiset. Du go samurai sin nom som taibe. Som schon genug schick bosse. You my luck. You just wait, yeah. Yeah.
影。勝負！ジャンパーラッと近い。ゾッ。走れ影。一番手は誰だ。
ればだ。走れ！あなた様なら猛虎に打ち勝てます。七平原に着いた菅笠衆はこの地におるらしいが、蒙古の荷車が襲われたのか、菅笠衆の仕業であろう。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見える。
仁。酒井仁か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。コモダの恨み晴らしてやる。一人も残すな。Ah!
肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。手段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。歩くか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦へ。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。いや。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが
まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。何やったんだ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ、ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。
よし、お前ら行く。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモダからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。
Archi! Yaç dostu! Zateki! Thank you.
Thank you.
ユナとタカがおるはず。むごいな、猛虎が火を放ったか。
いさかいか？
Yaklaşsın Hun. Spartalı Han. Oğut! Yakartsın! ユナ、お主か。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか？使ったやつを引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人心で猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。
し。しやすんべ。せっせけ。幸男、お願いします。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。ありゃ誰だい。知るかよ。
隠れろ。助かりました。幸男の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。死にとるよ、インケドーサネギオン発進。ムツ、
よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。いざ勝負！ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。Tertent bagayu! Yemar ne gem harvo? Mut a tentwen! Alfir!
ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。おい、生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつく。お前の仲間をいたぞ。侍だ。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。ヒュージョシコ、タタ、メデイヒュマラク。Negyom harcinta, ha? Huge fish.
situation. Ой, өнөөх их чи харна. Энэ үхчихжээ. Коко дэс. Домо, аригатоу гозаймасу. Мада ки о нуку де най. Кажима маде икеру ка? Ээ. Нанто ка. Мина цуйте маэре.姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。 やめてくれ。俺が何をした。私が何をしたのさ。どうしてこんなことするんだよ。
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。
侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わぬ。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。安全な地はないってことか。どこに行きゃいいのか。侍はみんな死んだ。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。まさか酒井様ですか。ジン、こっちに来い。どんな鎧でも結構です。もし太刀のお手入れをいたしませんか。鉄すら切れるでしょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。また来よう。こっちに来い。鎧はお体に合ってます。より頑丈になりました。もうこの刃は通しません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。
何かご入り用でしょうか。お手伝いできて光栄です。お役に立ててください。恐れながら数が足りませんね。これほどの品はありません。だから琵琶法師がまた役立つものばかりです。役立つはずです。助かった。Thank you.
あなた様には感謝しています。走れ影、叔父上は民にとっての手本、戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。Hup.